早速逆走ですね。赤、赤、赤、グリーンは逆走です。清掃ですと。なんだ。逆走ですね。何か変だと思っていたら。こっちはグリーン、グリーン。だから目定位が全く合わないわけだね。合ってるのはここだけです。え、こんにちは、こんにちは、トノです。今日はなんとすごいですよ。カーオーディオのね、専門屋さん、スパイルさんに来てもらいました。内切りです。内切りさん、そして高山です。高山さん、今日ね、なんで来てもらったかっていうと、ちょっと今僕悩んでて、音がちょっとまとまらないって言ったら、あ、いいっすよーっつって、なんか持ってきて測りますよみたいなね。まだそうですね。そんなノリで、なんかもうプロなんで、カーオーディオをいつもこうセッティングするときに使ってる、なんかすごいやつを持ってきてくれて、うちの音をね、調べてくれるというので、まあ、今日はよろしくお願いします。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 やった、よし、まあ、ちょっと、こいつがね、そう、ちょっと定位感も悪くなってるんで、もしかしたら何か位相がね、おかしくなったり、いろんな音が、だからその音のどこまで出てる出てないっていうのもそうだけど、位相チェックがちょっとね、そうですね、一番基本ですね、基本の位相チェックもしてくれるということで、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。お楽しみに。お願いします。お願いします。再生していただきたいのは、はい、それはあ、ノイズとディスク、はい、はい、これを6曲目を6曲目ですね、はい、リピートしていただいて、リピート、さあ、どこが見えるでしょうか。6曲目、音量はどれぐらいで、十分です、十分です、全然そこまで上げると大丈夫です。これで、これが、これ、うん、これがチェッカーなんですけど、電源を入れまして、はい、拾ってますけど、早速逆走ですね。赤、赤、赤、グリーンは逆走です。清掃ですと。なんだ、逆走ですね。何か変だと思っていたら、こっちはグリーン、グリーン。だから目定位が全く合わないわけだね。グリーン、赤ですね。え、合ってるのはここだけです。え、そういう感じです。はい、だからもうね、定位がめちゃめちゃで合わないしね。どっちかを外して、合ってるのはここだけだったんで、ここを入れ替えるんですよね、プラマイ。そういうことか。こんな簡単に位相がわかる、はい、衝撃。こんな簡単に終わらせないと仕事にならない。そうですね、簡単です。自分はすごくないですね。機械がいい。じゃあちょっと直してみましょうか。直してみましょう。多分音全然変わりますね。マジっすか。もうね、はい、機械にもプレイヤーと思って、なんか変で、それは変っすよね。そう、もう全然今までここにバチッといて、でもなんで突然はなんないか、逆っていう言えば、これだけひっくり返ったかもしれないです。もともと逆走のセッティングだったかもしれないですよね。それでも別に全部逆走だったら、あの、合っちゃうんで。そうか、そうか、そうか。けどできれば、あ、そうか、これだけおかしいんだ、ひっくり返ったかもしれないですけど。でもこれ開けたことない。あ、そうなんですね。だから右と左配線の繋ぎ方が間違えてますよね。か、内部ネットワークがおかしいのか、ネットワーク使ってました。やばいことが分かったね。だけどよかったっすね、やって、うん、じゃあまずこいつをひっくり返して、だから余計にスッキリしたかもしれない。仕事が、あの、消し合っちゃって。ああ、そういうこと。リップができる。じゃあこれで全然音変わるはずですもんね。
低音バンバン。バンバン出るぞ。で、これで入れ替えた後になおかつ後ろで線を入れ替えれば完璧ですね。よかった。こいつを多分入れ替えるのが一番早いよ。そうですね。一番早いです、ね。多分ツイッター大変なので、こいつを持ちましょう。だからアプリとかいろんなところでひっくり返ってるかも。あ、違うか。だけどここあ、でもどっちみちここはひっくり返ってる。ひっくり返ってないですね。この前の2つ目のこのおすすめのこのアルバムの紹介あったじゃないですか。うん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 、うん、その楽曲のあの並びを吹きながら今日来ましたちゃんとあのリスト作って、いやめっちゃトノチャンネル見てくれてる、やばい嬉しい、見ます、すごいですよ、プレイリストありがたい、トノステイクト2だったほらやばい、ちょっと待って、ちょっとトノセレクト作っちゃったの、ちゃんと、あ、ありがたい、ほんとだほんとだちゃんと作ってますよ、せっかくなら聞いてみようと、ちゃんと今後も頑張りますこれで後ろを入れ替えるか、持ってましょうかね、で後ろをカメラ持ってます、いや多分、ね、大丈夫、よし、はい、それでかけてみると、6曲目、さあどうだ、お、青、緑、いいっすね、どういうこと、緑になったです、完璧です、ちょっとこれ笑われちゃうかな、これ見てるマニアたちに笑われちゃうかな、じゃあでは今位相をね合わせたんで行ってみましょうか、行きましょう、いつものカメラロールでちょっと音チェックをね、もうね本当にねこれあの位相が悪くて全然真ん中に集まんなくて、でしょうねなんか真ん中にいなくなっちゃったみたいな、じゃあ行きます、夜が深いのに眠れないのは昼間見た映画のせいかな、いる誰も望まないバッドエンドになんだか心が落ち着かない、もう何度目の冬になるの、君が無邪気に言ったから、平気も全然出てる冗談半分、平気が変わった、カメラロールを二人で覗いてみよう、すべてが当たり前、そんな日々で意識したことなかったけど、
truly love you 気づかされるよ So many memories 数えきれない Thousands of times circle all the してもこれも完璧に超さ、ちょっとねツイッターの強さが気になりましたんで、ちょっとそれ見てもらって一遍止めます。なるほど、なんかね前よりツイッターが今度逆に気になりだした、はい、下がちゃんと出るようになるからやっぱバイオンちゃんと乗るんで、そういうことね、伸びるようになりますよね。ちょっとツイッターをじゃあどんだけ絞るかを、はい、そしたらちょっと機械出して、あ、綺麗じゃないですけどね、うん、いや、なんすかそれ、リアルタイムアナライザー、なんか20年ぐらい使ってるんですけど、うん、いやプロよって感じがすげえな綺麗じゃないですけどね。え、これね、じゃあ音が、はい、どれだけ出てるかっていうのが測れる、目視ができるんですね、これが測定用のマイク、測定用のマイクですね、こんな感じで、そうなんだ、おお、なんかアナログっぽい感じがかっこいいな、かっこいいですよね、こんな感じは、こんな感じですね、はでノイズを再生していただければ、そうなんだ、測定が見ちゃっていいですか、はい、これはピンクノイズは入ってるの、ピンクノイズって、まあ、これはちょっと違う、ちゃんとしたやつ見てもらってます、じゃあ1曲目いきましょう、はい、ピンクノイズなんで、うん、右下がりになるはずなんですよ。じゃあ高すぎる。なので4キロ、10キロ、12キロ、その辺が、まあ、高い。まあ4キロあたりが身につくんですよね。そしたらとりあえず、ちょっとアテレータ絞れるんで、はい、下げてみるかですね。聞きながらやるんですか？聞きながらじゃなくて。あ、リニアに動くんですか？そしたらもうさーってやりながら動かして当てて大丈夫ですよ、はい、さっき上がったところが下がって、ね、下がって、この中音低音に比べてちょっと下がり気味だ、あ、本当だ、右側も中音に比べてちょっと下がり気味、あ、そんな感じで、でもう一回音を聞いてみればあれですか、聞いてみましょうかせっかくなのでノイズばっかりじゃよっしゃ、これで聞いてみましょうか、夜が深いのに眠れないのは
昼間見た映画のせいかな。誰も望まないバッドエンドに、なんだか心が落ち着かない。もう何度目の冬になるの、君が無邪気に言ったから。冗談半分カメラロールを二人で覗いてみよう。 I truly love you、 大切な人、私の奇跡。すごい、よかったね。まあちょっと明るい音だけど、やっぱね、ゴトリミットね、最近結構毒々しい音ばっかり久々に自分の部屋の音をまともに聞いて、すごく正統派の音、正統派これ聞いた後にやっぱアルテックとかピアノ、ね、ピアノがちょっと寂しいんだけど、でもやっぱアルテックのラッパとか ね、 すごい最高ですよね、30センチはね俺のやっぱりあの銀箱をなんとかここに持っていきたいなと言いますまあでもね、こんな贅沢な話ですよ贅沢ですね。いや今日本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやとりあえずまとまったよかったですねこれね僕には必要っすね、こういうのねもうあっちゃこっちゃになっちゃうからね、これ気にするためにパッと確認を簡単にできるんで。なるほどね、理想チェッカーゲットしよう、頑張って。そうですね、このぐらいだったら、はい、ゲットしますありがとうございました。はい、いい、ありがとうございました。また今後とも、はい、お願いします。私の話遊び行こうさせてください。じゃあ皆さんさようなら